皆さん、明けましておめでとうございます。タカチャンネルのタカです。今年もどうぞよろしくお願いします。というわけで、今回はですね、 SH フィギュアーツ仮面ライダーシンを開封します。こちらはですね、ヤフーオークションで1200円で落札しました。そしてこちらアマゾンで魂ステージというね、フィギュア、SH フィギュアーツなどのフィギュア関係、アクションシーンを再現できるように台座、こちらを買いました。はい、フィギュアの腰の部分に噛ませて、で、アクションシーンを再現するときに斜めにしたり動かせるんですね。自由自在に動かすことができます。アマゾンで1957円ぐらいで買いましたね。はい、こちらが SH フィギュアーツ仮面ライダーシンですね。仮面ライダーシンというのはですね、シン仮面ライダーというね、作品がですね、92年にね、オリジナルビデオで出てまして、バイオレンスで、しかもちょっとエロティックで、大人向けな作品なんですけど、こちらはね、序章で終わってしまったんですね。序章が作られた段階でもう、その後制作がなくて、はい、音沙汰がない状態になりまして、まあそういう作品なんですけどもね、いわくつきの作品ですけどね、 Amazon シリーズとは違ったグロさなんですよね。やっぱ大人向けですよね、やっぱりね。大人向けではありますけども、子供の時僕見たんですけど、この作品シン仮面ライダー、泣きました。泣きましたね。はい、さあ、じゃあ開けてみましょう。マスクドライダーシーン、はい、書いてあります。では開けていきましょう。開きましたからね、本当に怖くて。はい、というわけでこちらがマスクドライダーシーン、仮面ライダーシーンですね。見た感じどうですか、これすごくないですか。昭和ライダーの中でもちょっと別格として扱われてますね。一目置かれてます。バイクに乗るのはですね、主人公が変身してない時だけですね。怪人なんじゃないかって言われ噂もあるんですけど、はい、パッケージ裏面こんな感じになってます。はい、リアリティがすごいですね。はい、こちらの解説もちょっとねお見せしましょう。仮面ライダーシン、バッタと人間の遺伝子を融合するレベル3の実験で風祭りシンが改造された第1号完成体、局地戦を想定して開発され、人間の10倍以上の運動能力を有している。全身が広角細胞に覆われており、高い防御力を秘めているが、高熱には長時間しか耐えられないだそうです。はい、超稼働、 SH フィギュアーズならではの高可動域の股関節と膝関節で躍動感ある本編中の激しい格闘シーンを再現可能。そして造形オリジナルの持つデザインの美しさと高可動の両立を追求し、質感、彩色、形状を突き詰めたこだわりの造形美、そしてオプションパーツ、あらゆる劇中のシーンを再現すべく細部までこだわったオプションパーツが付属。かっこ交換用頭、交換用手首となってます。はい、こんな感じです。写真ではこんな感じですけどね。はい、すごいですよ。はい、じゃあ開けましょう、ブリスターに。はい、新仮面ライダー、ちょっとブリスターを開けました。顔が3つありますね。団子三兄弟的な感じです。すごいっすね、質感がね、もうもろ新仮面ライダーってですね、劇中から飛び出てきたような、アマゾンニューオメガでも言いましたけど、劇中から飛び出てきたんじゃないかっていうぐらいリアルさ、これはね、SH フィギュアーズっていうね、フィギュアはね、これがいいんですよね、本当に。はい、こちらが魂ステージアクト4ですね。新仮面ライダーはちょっと一旦置いて、こちらの魂ステージを開けてちょっと解説したいと思いますので、いきましょう。はい、素晴らしいアイテムですね。台座があるとね、フィギュアがちゃんと立った時に
倒れなくて済みますからね、これでね。はい、ディスプレイの霊が一応乗ってます。こういう形で普通に立たせたり、躍動感のあるこう片足立ちみたいにしたりとか、キックをしたりとかね。はい、いっぱいパーツがありますね。さすが魂ステージ。はいはい、こちらが仮面ライダーシンです。ポーズが決まりました。こちら手首のねパーツの交換がすごい難しくてね、どうやったらいいかちょっと調べた結果、あのアニトイ大作戦さんっていう YouTuber の方いるんですけど、そちらの、まあ、有名な YouTuber ですよね。あのそちらの、アニトイ大作戦さんで、あの動画で見て、あのパーツをつけました。こういった腕のパーツにですねドライヤーを当てて、それからはめ込むってことをすると、あのうまくはめ込めるよっていう動画を見たんでやってみました。どうですか、すごいですよね。肉眼がちょっと赤いのがよく見えないんですよ。顔がよく見えないんですよね。ちょっとね、目が赤いんですけど、なんか黒く見えますよね。黒い目ですよね。なんかでも本当は赤いんですよ。これ顔の交換でね、いろんな表情を出すことができますし、腕の交換でいろんなポーズを取ることができるんですけど、結構腕のはめ込みが難しいですからね。まずでもこれこんなリアルなんですよ。やっぱ見てくださいよ、すごいですね。リアリティが半端ないですよね。光の加減によっては目が赤く見えるんですけど、やっぱ黒目がちですね結構。はい、ちょっと躍動感のある動きにしてみますね。いきます、せーの。はい、ポーズが決まりました。こちらライダーキックをしている仮面ライダーシンですね。面白いですね。すごい形相ですね。新仮面ライダーすごい形相で、怖いっすね。こいつはほんと怪人みたいなライダーですけどね。こんなライダーほんと昔いたんですね。ほんとね、はい、懐かしのキャラクターですよね。はい、こんなね最高ですね。これは傑作ですね。今までの動画で1位を争うぐらいの傑作ですねこれはね。はい、面白いっすね。面白いなこれ。はい、でまあこの新仮面ライダーなんですけど、あのほんとね見ていただきたい一度は。Amazon プライムでもね確かね あると思うんで、見れると思うんで見れますんで、あとレンタルビデオでもありますし、はい、一度は見ていただきたい。大人の方ね是非。はい、子供はちょっとおすすめできないかな。ちょっと泣いちゃうかもしれないですね僕みたいにね。僕も泣いちゃったんで当時、あの幼稚園ぐらいだったんですけど、92年ぐらいだったんで幼稚園ぐらいだったんですけど、泣いちゃいましたねやっぱりね。大泣きしちゃってね、もう大変でした。はい、いやそんなこと思い返すとな、なかなかほんと感慨深いものありますね。ほんと歴史がこういうフィギュアを生んでくれたっていうね。はい、いやこうしてまた再会できるとは思ってもいなかったです、ね、仮面ライダーシンとね。はい、さあというわけでね、面白いですねこのフィギュアーズっていうものはね。でこの魂ステージもねほんとね、なかなかこうずらすと危ないんだけど、ライダーキックしてるような感じでね、魂ステージってすごいですね。これ支え方もよくできてますね、支えられて。ほんとうまくできてます、この台座、ディスプレイ台座ね。はい、魂ステージ、これはフィギュアーツには欠かせないですね。はい、ちょっと揺れちゃってますけど、不安定なんでブルブル震えちゃってますね、シーンが。すごいっすねこれ。はいはい、というわけで仮面ライダーシンでした。いやー面白いっすねこれは。ほんとね、なかなかお目にかかれないですよ、このライダー、仮面ライダーシンがライダーキックしてるっていうのはね。このフィギュアーツだけでしか再現できないと思いますね。はい、
ごいですよ、これ浮いてますね、浮いてる状態になってますね。はい、すごい面白い。はい、傑作ですね、これ傑作のシーンですね。はい、腕のパーツの件なんですけど、やっぱりドライヤーでね、温めるといいって言われて、本当しっかりはめられるようになりましたし、良かったです、本当。アニトイさん、ありがとうございます。はい、というわけで、次回もまた見てくださいね。グッバイ。